あなたは、中京競馬ダートで、穴馬を逃して悔しむ側から、むしろ、穴馬を簡単に拾えて、勝って笑う側になる。そんな、そのための一つの方法というのをご存知ですかどうも、カ、え、ト、ー、ちゃんと申します。えー、僕は自分の意見を人に発信し、その人の物事の考え方を増やしたり、変えたりと,といったことを通じて、人の現状をよくできる人はかっこいいなと思い、 えー、そうなりたく馬券日の発信活動を1年と10ヶ月しています。えー、今回はですね、知っているだけで、レース後に、穴はこの馬だったか、と後悔する側から、穴馬を平気で拾えて笑う側になれる。中京だと特有の一つの穴馬となる条件。人気性馬券に絡んでくる馬の条件というテーマでお話をします。はい。えー、これを知ってないとあなたは、レースで馬がですね、 ゴールバンを駆け抜けた後に、この馬だったかと、あの馬はこの馬だったかと、えー、そんな風に、ただ言葉を吐いて、落ち込むだけになります。モニターに払い戻し金が打ち出された時には、うわぁ、この馬される時はこれ取れたんかと、そんな風に、ただ後悔するだけになります。追、えー、い、追い打ちをかけるように、自分の隣で、おいしいのをいだきましたと、そんな風に、笑って、 いるおじさんたちを横目に見ることになってしまいます。まあ、失礼ながら、自分より年老いた、自分より頭の回転が、ひょっとしたら鈍いんじゃないかと言われるくらいの人たちに、馬券で、自分の方が負けたという事実を突きつけられ、マジかと、俺あのおじさんたちが当ててんのに俺外したんか、そのような劣等感を感じることになります。えー、一人で家に帰った時もう一回レース結果を見直してもやっぱり、レース結果が変わることはない。 この馬さ入れてればな、この馬さ勝てればな、と、そう後悔するも、えー、現実は変わりません。えー、そういうのを繰り返して、中京開催が終わって、来月もあなたは、えー、自分に負け組というレッテルを貼ったまま、えー、過ごしてしまうことになります。では、そうならないために、むしろ穴馬を拾えて笑える側になるためにどうしたらいいかというと、ある一つのことを知ることです。はい。それは、中京ラとト特有の穴馬さえ簡単に拾える3ステップです。3ステップ。はい。3ステップの内容はどういうものかというと、まずステップ1ですね。ステップ1。 え、出走馬の、そのままの出走馬の過去の成績を見るということです。はい。で、ステップの2が、その過去の成績の中でも特に京都ダートでの成績を見てください。京都ダートでの成績を見てください。はい。そしてステップの3、3つ目はですね、その京都ダートで、4コーナーの通過順位と最後の着順が1個違いだったかどうかを見てください。1個違い、もしくは同じだった。はい。4コーナーの通過順位と、着順が一緒だった、もしくは1個違いだったというかどうかを見てください。 例えばですね、4コーナー4番手で4着だった。とか、4コーナー4番手で5着だった。といった具合です。はい。こうなってた馬がいた場合は、その馬が中京で穴馬渡なります。はい。なぜそう言えるのかというと、京都ダートというのは最後の直線も平坦コースで、かつスピードが求められる芝です。ああ、ダートです。なので、最後の直線コースで、スピードが、スピードだけでまあ勝負してくるというのも結構あるんですね。直線が平坦ですし、 そこで殺処分があったという馬が、中京の最後に直線の長い、かつ直線に逆のある、スタミナが求められた時に伸びてくるんですね、最後。はい。なので、これだけは覚えておいてください、最後に。中、京都ダートの最後のスピード勝負で負けて伸びあぐねた馬が、中京ダートのスタミナ勝負になった時に伸びてくる。というのを覚えておいてください。それでは今すぐ、えー、京都、中京ダート予想する際は、京都ダートの、えー、4コーナーの通過順位と、 最後の直着順を見るというのを予想段階に今すぐ加えてください。えー、それでは今回は以上です。ありがとうございました。えー、なお最後まで聞いてくださったあなただけにお話しをします。お知らせです。えー、最新のバッケリスの全貌は、えー、1円と10回伝えされて、えー、1200人が目からうろこといてくださったバッケリスの全貌は、えー、ここでは話せていません。なぜかというと、えー、もう動画4分半超えますが、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。 なので、えー、最新のバーケンリンスを全貌は記動画説明欄のブログリンクに流します。えー、動画を今見てくださってですね、意欲が高まっているのは今なので、一番情報があったが頭に入りやすいです。なので、今すぐこのタイミングで、ブログの方を見てください。それでは今回はありがとうございました。ブログでお待ちします。失礼します。